明日の立冬を前に雪化粧をした富士山が静岡県側から確認できました。富士宮市の公園では訪れた人たちが富士山の美しい姿をカメラに収めていました。富士山頂の気温は現在マイナス10度。富士山頂にうっすら雪が積もりました。今朝8時半ごろの富士山頂の様子です。広い範囲で雪が積もっていることが確認できます。富士宮市の白糸自然公園です。こちらでは雪化粧をした富士山とひまわりの共演が楽しめます。富士宮市の公園では夏の花ひまわりと雪の富士山がコラボレーション、絶好のシャッターチャンスとなりました。やっぱりいいですね。感動です。なんかもう何十年も見てる富士山ですけど、やはり雪があると感動ですね。気象台による初冠雪の観測は午前11時の段階でまだ発表されていません。